こんにちは、粟田洋介です。今日は2022年最後の動画になります。ということで、このキャンバスに来年2023年の絵とウサギの絵を描いていこうと思います。まあ、ウサギの絵というよりかはウサギが出てくる絵という感じで描いていきたいと思います。で、今日は久しぶりにカラフルな絵が描けたらなと思っています。ちょっとここにウサギっぽいのが出てきましたが、なんか絵の具が濡れてる状態で、なんか描いてて色が混ざってきちゃうんで、乾いてからもっと描き足していこうと思います。ちょっとこのウサギの部分が黄色とか青が混ざってなんかぐちゃぐちゃになっちゃったと思ったんですけど、なんか乾いてから見るとこれはこれで面白いなと思うので、この辺を生かしつつ描き進めていこうと思います。ちょっと正面からの映像が撮れてなくて見づらかったかもしれませんが、なんか変なウサギの顔が出来上がってきています。絵が完成しました。タイトルは川で洗濯です。それほどカラフルな絵にはなりませんでしたね。今日は2022年最後の動画になりますが、皆様今年1年ありがとうございました。なんか私は1年あっという間っていうのがあんま好きじゃなくて、まあこんな考えを押し付けるつもりはないし、1年あっという間っておっしゃる方々を批判するつもりも全然ないんですけど、なんか1年があっという間に終わっちゃったら、なんか人生もあっという間に終わっちゃいそうで、そんなの嫌だなと私は思うので、1年長かった、今年もまだまだ先があるって思うようにしています。で、今年は2月の終わりに子猫がうちに来て、
まあ、あの子たちも大人になりましたが、まあ、2匹の猫の成長を見ていると、あの子たちとはすごい長い付き合いだなって今感じてて、もう10年以上一緒にいるような気がしています。だからなんかすごい本当の意味で家族っていう気がするし、毎日少しずつの成長を見ていると、もう本当時間が長かったような気がします。まあ1年というか9ヶ月ちょっとなんですけど、もうすごい長い時間に感じています。だけど猫たちにとってはもっと長く感じているのかもしれませんよね。でもたとえ1年を長く感じたいからといって、1年ですごい年を取りたいとは全然思ってないんですけどね。まあそんなことはどうでもいいんですけど、今日はウサギの絵を描きました。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が少しでも良かったと思った方はグッドボタン、それからチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。では皆様、今年1年どうもありがとうございました。どうぞ良いお年をお迎えください。来年2023年もどうぞよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお目にかかりましょう。さようなら。